Hello everyone, welcome back to Ogo Power, I'm Ogo, and this is another episode of Last Judgment. So... Oh, I can't do this while... Okay. Who got me there? I was so good with this style. Now I'm... Oh well. I remember. もしもし? Yagami-shi, Tsukumo-desu. Ima drone ga genba ni touchaku shimashita. Koda-san to Akane-san ga otoko-tachi to issho ni imasu. Kazu wa yaku 20. Kaito-san to Higashi wa? Renraku shimashita. Genba ni mukatte kurete imasu. Wakatta. Guess the third. Enemies using those, let's call it flamethrowers, it feels a lot like Yakuza like a dragon, to be honest. Little Puggy is very hot. RKのやつらだって、そうまもいんのか。それはまだわかんない。ちょっと待った。つくもか。お揃いのようですね、八神氏。相手は人質を取り囲んでいます。正面突破は通用しません。なので、僕の方で作戦を立てておきました。提案してもよろしいですか。<笑>最高だな、お前。わかった。 指示出してくれ。 よー、来やがったな、八神。のこのこと助けを呼ぶとはビビってんのか? この状況でよく言えんな。そっちはどんだけ仲間集めてんだ? こんなことになるなんて思わなかったんだよ。ああ。 後でたっぷり叱ってやるから覚悟しろ。すぐに助けてやる。もちろん甲田さんもな。<笑>どうやって助けんだ?俺を誘い出すためにその子たちをさらったのか。誘い出して、なぶり殺しにするためだ。だよな。<笑>なら俺らが正面からただ突っ込んでくると思う?
なわけねえだろ。ああ、バレバレなんだよ。おびや。あいつ銃持ってんじゃねえか。ヤガミ、両手上げてこっち来い。脇の二人もだ。まあ待ちなよ。実はもう一つ奥の手があるんだ。おい、あれ、こちら維持庁は横浜99か。悪党どもに情けは無用。成敗いた。なんだ。Good plan. A very good plan. ふけんな。ねえ、君らそんなんでこのメンバーに喧嘩売ってきたわけ？顔を洗って出直してきな。もう大丈夫だ。二人ともこいつらにはきつめのお灸を据えてやる。もし痛いのが嫌なら目閉じてな。ってことは思いっきりやっちまっていいんですね。ああ、行くぞ。Mit Muay Thai. Okay, ihr Snake or Tiger. Complete. I wasn't sure. I really wasn't sure. Arigato. That was with luck too. Arigato gozaimasu. Warukatta yo. Yeah.俺が巻き込んだようなもんだ。悪いのはお前じゃない。 RK の奴らだ。その次が俺かな。少なくともお前が謝る相手は俺じゃない。ごめん、こうだ。じゃあ私もう帰るから。相馬。何？誰？茜、戻れ。え？ Yeah, better. And fast. 一人でのこのこ出てきやがった。どういうつもりだ？お前らと話がしたくてさ。実は桑名から脅迫されて困ってんだよ。俺ら。はあ？あいつは楠本玲子が殺した河合の死体を隠してた。
冷凍保存してんだってさ。5年もだぞ。知ってたか、八神。ああ。そのありかをネットに暴露すると言ってきてる。んなことになったら楠本さんは身の破滅。河合の死体には指紋やら何やら、彼女の痕跡が残ってるらしいんでな。ああ。でもそれが彼女のためだ。もうお前らの言いなりにならずに済む。楠本玲子は有能かつ時流に乗った権力者だ。替えが利かない。昔クズを一人殺しただけのことでなくすには惜しいんだよ。彼女も今やしがらみを受け入れたこっち側の人間だ。そいつらを守るのがお前の役目ってことか。守ってるのは人じゃなくて秩序ね。俺はそのための必要悪だ。必要悪？ああ、例えば俺が潜入でなきゃ今頃登場界のヤクザたちはチリチリになってた。そうなってたら当局はそいつらの実態を未だに把握できてなかったろうな。だから俺は RK ってネットワークを作ってカムロ町の裏社会を制御してる。むやみに叩き潰そうとするよりそっちの方がよほど安全だ。秩序の陰では必ず誰かが手を汚してるもんなんだよ。ああ、桑名も似たようなこと言ってた。I mean, やつと違いがあるとしたら俺はこの仕事を楽しんでやっている。使命感を持ってさ。俺が手を汚すたびに秩序は保たれるんだ。この国の平穏な日常に貢献していると実感できる。例えば絶対に表に出せない自分にしかできない仕事をしてる時なんかは特にな。沢先生を殺した時もか。沢陽子ね。彼女はあの時三越葉殺しと桑名の関連を疑うただ一人の人間だった。いずれ楠本玲子にもたどり着いたかもしれない。秘密を知る人間は少なければ少ないほどいい。俺はそれを瞬時に判断できた。だからもちろん正義を実感しながら彼女を殺したよ。てめえ、おっと、そういきり立つな。話がまだ済んでねえよ。なんだと。俺らは桑名に脅迫されてるって言ったろ。あいつは河合の死体をネタにお前らを殺すなと言ってきてんだ。何？だから安心しな。ここでお前らをやる気はない。だったら何しに来やがった。もうすぐ江原の裁判があるだろう。ほら、痴漢のやつ、その時に一つだけ頼みを聞いてほしい。言ってみろよ。楠本玲子の名前は一切出さないこと。別に難しいことじゃないよな。城崎って女弁護士にもそう伝えてくれ。断ると言ったら。別に、こいつは楠本さんからのお願いなんだ。え？息子を人殺しの子にしたくないって親心、そのくらい組んでやれよ。じゃあな、話せてよかった。なんだよ、まだ帰るには早いんじゃねえか。そうま！大丈夫か？ Oh my god。 あの野郎。よかった。心配ねえ。要は絵の具ぶっかけられただけだ。そうなの？ Yeah, this girl。 なんだと作られたな。ああ。俺も判断ミスったよ。相馬がペイント弾で撃ってきたのは運が良かっただけだ。あいつを捕まえるよりこの子たちの安全が先だった。八神さん、二人とも
怖い思いさせちゃったな。一つずつやっつけていこうか、怪盗さん。全部いっぺんには無理だ。まずは江原の控訴で桑名とその教え子たちに光を当てる。この先公安を敵に回すなら検察も法廷も味方につけなきゃな。文句なしの真実を突きつけてさ。おお、じゃあそっちはお前の専門だ。しっかり仕事してこいや、ターボ。頼んだよ、八神さん。何？ちょっとやだ。超イケメンじゃない？嘘、マジで？ Well, they like him. 急に目の色変えやがって。なんだそりゃ。まあいいじゃん。And he's more in their age than you, Kaito. Sorry. もしもし。ああ。準備してるよ、沙織さん。寝坊しないよ、いくらなんでも。大丈夫。じゃあ、裁判所で。He looks so different as a lawyer. Okay, time for Harrison Sepultura, but I'll take a cab to the courthouse. Yep. Can I... Ah! Hey there, kitty. 来てたのか。What do you have? Fully flower, okay.新宿駅迷惑防止条例違反控訴審。被告人は現職の警察官江原明宏。前回第一審での判決は懲役6ヶ月でも、今回弁護側は痴漢の事実を完全に否定し無罪を主張する。検察が被告人の痴漢行為を示すとする主な証拠は2つです。一つは池袋から新宿駅にかけての防犯カメラ映像、もう一つは被告人の手から検出された被害者の下着の繊維。しかし弁護側はそれらを被告人の有罪に足るとは考えてません。検察の揃えた全ての証拠に対して反論を用意しています。検察側いかがですか。我々としては一審での審理に手落ちはなかったと考えます。以上です。ではまず一審で提出された池袋および新宿駅構内の防犯映像をご覧いただきます。10月7日午前7時43分池袋駅ホームでの映像です。サングラスにマスクをつけているのが被告人とされる人物です。この人物はこれから1時間以上もこの場に立ち続け、停車する電車を何本も見送っています。そして午前9時6分本件被害者女性を見つけると、その後にぴったり続くようにして電車に乗り込みました。駅ホームに立っていた人物と被害者女性が車両に乗り込んだ時の映像です。一審の時に何度も見た映像です。手短に心得ています。被害者の証言によると、被告人は池袋駅を発車した直後から不審に動き、やがてスカートの中に手を入れてきました。そして6分後新宿駅に到着した時、勇気を振り絞った被害者女性から逆にその手をつかまれます。ただし今この映像に映っている痴漢は被告人本人ではなく替え玉の別人だった可能性があります。その目的は同日朝に横浜で起きた殺人のアリバイ偽装でした。つまり本件の痴漢行為はそのための狂言でありでっち上げです。
一審の判決はその可能性に気づかないまま下されており、十分な審理がなされていません。Looks like Citizen started by the game has officially begun. But didn't they say we were not allowed to bring this? Oh no, it was just a video. It was. I don't think it was the event itself. Not thinking about it, I think it was the video that we were not allowed to bring. 弁護人の発言を裏付ける証拠はどこにもありません。問題はそこです。ええ、確かに。替え玉の存在を示す決定的な証拠はありません。ですが、この可能性は検察の揃えた全ての証拠をもってしても崩せないんです。どういうことかご説明いただけますか。電車内で痴漢を働いた犯人は間もなく新宿駅のホームで取り押さえられました。その様子は付近の通行人に撮影され、日本中に広く浸透したかと思います。被告人が現職の警察官であることでよりインパクトがあったのではないでしょうか。ホームで取り押さえられたのは間違いなく被告人です。駆けつけてきた鉄道警察に逮捕され、すぐに手の微物検査も受けています。ただし先ほど電車を飛び出していった痴漢とは別人である可能性を否定しきれません。そのことを示す証拠があります。 We have two offenders dressed just like Ihara. What evidence shows they swapped places after one of them ran? The overhead view of the station platform. Because you can see there that not everyoneThat it's not shown everywhere. こちらをご覧ください。それは大型モニターに出してください。新宿駅の俯瞰図ですね。ええ、そうです。被害者女性と痴漢は電車のドアが開いた直後、駅のホームへ駆け出していきます。まず、二人がいた車両は俯瞰図のここ。痴漢が逃げていく進路は矢印で表示しました。俯瞰図の薄く色が塗られている部分は防犯カメラで見える範囲を表しています。新宿の1日平均の乗降客数は世界一です。設置されている防犯カメラも非常に多いですが、この矢印が点線になっている部分ではわずかに死角が存在していたんです。替え玉と被告人はそこで入れ替わることができます。なるほど、その余地は十分にあったと。ええ。ですから、この証拠に基づいて改めて被告人に質問させていただきたく思います。被告人、あなたは一審判決を受ける際、裁判長にこう言ったそうですね。3日前に横浜のハイビルから死体が出てきたはずですと。さらにその死体が三越場博という男性であることまで言い当てた。警察もまだ身元を特定できていなかったのにです。なぜそんなことができたんでしょう。夢のお告げがあったんですよ。不思議ですね。Yeah, of course. 三越場さんはあなたの長男敏郎君の同級生でしたね。ねえ、江原敏郎君は4年前に自宅アパートで亡くなっています。自殺でした。その後、被告人は敏郎君の自殺の責任をめぐって学校を訴えています。ええ。江原さん、学校を訴えた理由を教えていただけますか。息子がいじめに遭っていたとの噂があったからです。しかし裁判所はその事実を確認できなかったとしました。いじめの噂というのはネット上のものでしょうか。そうですね。その中にはいじめ加害者として三越場さんの名前も上がっていました。被告人はそのことをご存知でしたか。ええ。では三越場さんに殺意を持っていましたか。異議あり。弁護人の質問は本件と関連性がありません。本件は痴漢行為があったかどうかを審理する場のはずです。また三越場博が殺害された件は現在神奈川県警で捜査中です。本法廷での素人推理はご遠慮願いたい。
弁護人いかがですか。It's not baseless. 三越柴さんが殺害された件は本件事件当時のアリバイに関わる重大な事実であり、関連性を強く持っているものと考えます。わかりました。検察側の異議を棄却します。ではせめて手短にさっきの質問に答えていただけたら終わります。被告人は三越柴博に殺意を持っていましたか。もちろんです。裁判長、つまりこうです。被告人は敏郎君の仇ともいえる三越柴さんが殺された日、わざわざその時を狙いすましたように痴漢を働いたんです。結果的にそれが殺しのアリバイとなりました。I'm sorry for me not talking very much, 検察や法廷のお墨付きです。I'm pulling it. 痴漢としてたかだか6ヶ月の実刑で殺人の罪を逃れられるなら、それは被告人にとって手の込んだでっち上げをする動機になります。そして実際に自分の替え玉に痴漢をさせ、捕まる直前にすり替わってみせた、その可能性があります。だったら弁護人はまずその証拠を出すべきでしょう。いえ、そうじゃないですよね。刑事事件の立証責任は検察側にあります。こちらが全ての証拠を踏まえた上で痴漢が無実である可能性を示した以上、検察はそれを叩き潰さなきゃならないはずです。 Innocent until proven. なるほど。 Not guilty until proven otherwise. 先ほど弁護人の言っていた防犯カメラの死角は不完全です。なぜなら被告人が逃走している間、被害者女性はずっとすぐ後ろから追いかけていました。そんな状況でもし被告人が替え玉と入れ替わっていたなら、被害者女性に目撃されたはずです。しかし被害者からそのような証言は出ていません。被害者女性も替え玉トリックの協力者です。本件痴漢行為における被害は虚偽の申告だったと考えます。異議あり。今のは被害者女性への侮辱です。女性の尊厳を傷つける発言です。What do you do? I can't back down now. How do you bring up the harassment victim, Yui Mamiya? You know what? I think I will end this episode here. Yeah, I think it's long enough to do that. So, once again, please, if you liked what you've seen, leave a comment, share, subscribe, all the jazz. Helps the channel grow, makes Yoko happy. And also, please keep watching if you're watching this on Twitch. And if you're watching this on YouTube, then I hope to see you again in the next one. Bye-bye.